ブリヤート共和国ロシア語、ブリヤート語、ブリヤート共和国は、ロシア連邦を構成する共和国の一つ。バイカル湖の南東部に位置する、首都は、ウランウで、シベリア連邦管区に属していたが、2018年11月に極東連邦管区へ移管された。北は、イルクーツク州、東は、ザバイカリエ地方、南は、モンゴル国、西は、トゥバ共和国と接する。 ブリアート共和国の一この地域は、イルクーツク時間帯の標準時を使用している。実差はアトックプラス8時間で、過時間はない。元々は、モンゴル系のブリアート人の居住地であり、伝統的な牧畜などが営まれていた。政治的には1206年に、モンゴル帝国のチンギスハーンに服属し、以後は、核部族が、歴代のモンゴル高原の支配者に服属していた。16世紀になると、 金と毛側を求めて、バイカル湖から投進してきたロシア帝国の領域に組み込まれた。1666年に宇田川の下半にできた要塞は、ベリフネブジンスクと名付けられ、地域の中心となった。1689年にシとの間で締結されたナルチンスク条約により、この地域は正式にロシア領となった。その後、1917年のロシア革命後には、 反革命軍がこの地域を制圧し、シベリア出兵により、日本が占領した後の1920年には、極東共和国の首都がベルフネウジンスクに置かれたが、1922年にソビエト政権の支配下に入り、1923年には、ロシアソビエト連邦社会主義共和国内の、ブリアートモンゴルソビエト社会主義自治共和国となった。1937年には、 ブリヤート自治ソビエト社会主義共和国となった。ソビエト末期の1990年10月8日には主権宣言を行い、1991年5月27日には国名を現在のブリヤート共和国に解消した。同年12月25日のソビエト連邦、崩壊後にはロシア連邦共和国の構成体となり、1994年には史上初の民選大統領、 レオニード・ポタポフが選出された。2018年11月に、シベリア連邦管区から、極東連邦管区へ移管された。ブリアート共和国は、直轄市、ウランウデ及び所属の2条を合わせた、ウランウデ修行政区と、直轄市、セベロバイカリスク市、その他の21地区からなる。ありがとうございます。